でも、俺、sun's just about to rise here. Perfect time for Ghost Part 10. Let's go. Man, this game's so pretty. Okay, so I decided I want to. This whole area. Let's go here and let's finish up this section. Let's go. Because I just woke up. That's why. Somebody else I'm not aware of. Oh, bird. Oh, I gotta save the peasant. Nina's bird. Moko は筒の北にある四つ辻で通るものを捕まえてます。街道を掌握して捕まえたものを奴隷にしているのだな。どうにかして止めなくては。そうだな。今はその辻を避けておけ。Where'd that bird go? Where I need to be too. Time for the obligatory nude scene. With lover's touch. Okay. 誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。Super thirsty fucking some guy in the middle of a war. Nope, not what I wanted to do. I mean, what happens if you go in there again? I've never tried that. Nothing. There you go.
お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良い薬師のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。Shots against one. その太刀、お前が死んだろ。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。ここへ。かけろ。いともたやすく人を切るとは。切らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと？それならばなぜ俺を頼った？お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。慌ててどうした？何事だ？息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。Take your supplies. カゴは空だ。生のキノコをかじった跡がこれだな。薬師に知らせよう。
いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓の毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。そばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。There's a big boy here. Quite a few people here. Jeez. Ganked. Take. Here we go. Didn't move out of the way enough.
ちらです。I'm picking up this fire, motherfucker. ハンデはあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと、太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど。失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せてる？猛虎どもがうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。I was gonna say, for once we should hope that everybody is dead, but I guess not. 私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒が有縁であると分かることもなかった。ですが、毒の出所までは。He just said water from the well. 口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。What the?
This motherfucker. Just here. There's a war and an invasion going on. Understand this. Are they killing each other? Because that's very weird. But it looks like they're killing each other. Predator hides. Thank you.
猛虎の荷車が襲われたのか。スゲガサシの仕業だ。まずここで襲ったら他にも荷車があるはずだ。向こうにも荷車が見えるな。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ俺のスゲガサだ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで敵を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのかみんな怪我を負ってるし飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。信号が降ってくる。桃田の裏に放してやる。一人も残すな。おおかも。上達したな。そうか。
お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、文字語のことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだ。またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。やるじゃねえか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。7つ前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのか。杉笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。村へ行くぞ。宿営は近い。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてな。杉笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。ニナを喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまん、タイはなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。
し、お前ら行くぞ。So much I haven't done. Well, that's going to be it for this morning. Thanks for those who watched. I'm sure we'll be back later tonight. Have a great day, everybody.